本当は構ってほしいけど、果たしてお役に立てようか夜の静寂に出会った我ら、おそばにそっとで結構です福島信弘のどうぞお構いなく皆様こんばんは、MBS アナウンサーの福島信弘です 今夜も始まりました福島信弘のどうぞお構いなく今日は月に一度の新好表のない生放送でお送りいたします聞いてくださいねお願いいたします、あのー、生放送ということで、まあ、深夜一時今五分ちょっと過ぎたところですが最近は定時でスタートすることが増えましたので本当にあの聞いてくれる方が増えておりまして今日もたくさんのメッセージが届くであろうと想定しております あのー、先週、先々週と2、えー、週にわたりまして、真夜中の五・七・五の宿題を、ね、お出ししておりまして、えー、大統領というテーマで皆さんに募集していたんですが、たくさんのご応募をいただいておりますが、あのー、ちょっとね、今回はですね、うんあのー、敵が今一つでしたね、うん、これは、皆さんのせいではないと思います。こ、まあ、これはこっちが政策側の問題でありまして テーマ設定、大統領、確かに、じゃあお前、大統領で五・七・五何か面白いもの言えと言われてもできないですね、うん、ちょっと無理があったかなと、まあ、2週間あるからなんとかなるかなと思いましたけど、まあ、やっぱりね、意外とトランプさんが何もしないっていうね、まだね、大統領にもまだなってない状態ですからね、次期大統領っていう、まあ、でパク・クネさんの方もなんか掘り返したら、なんか出てくるかなと思ったら、いろいろ出てきてはいるけど、そんなにっていうね、展開がない、うん、ちょっと読みを外してしまって。 まああのリスナーの皆さんには本当に申し訳ないことをしたなという反省しつつ今日は放送をスタートしたいということなんですが、まああのー、11月の25日ですよ今日はね給料日です我々は本当に気分がいいんですけどまあ1年というのは本当に早いですね毎年言ってますけどねで今今年一年何をしていたかなと思いまして、まあ、手帳なんかを見ていたんですけど あの忙しいとね私手帳に何も書かないとなるっていうね明日を生きるのに必死今日を生きるのに必死になるから2週間後とか3週間後のことはあまり考えないようになってしまってそれが今年の4月から8月ぐらいにかけて、えー、ほぼ何も書いてない状態で私は今年何をしていたかの記録がもう残ってなくて。うん 何だったのかなっていう一年なんですけど、ただですね、あの一年前で一月の手帳を見てみると、お構いなくがまだ始まってないんですよね。あの、今年から始まったんですね。えー、なんか、あの、今回、三、五回ってことです。そんなにやってないんですね。ものすごくいっぱい、こう長いことやってるような感じ、思い出いっぱいあるんですけど。 なんかね来じゃあの今期で終わりですって言われてもいい時間を過ごさせてもらったなと思えるぐらいになんかいっぱいいろいろやってるんだけどまだ1年経ってないんですね4月から始まった番組なんですよフレッシュな番組でございますんでねあのネタが尽きないかちょっと心配ですこの勢いでいくと結構毎回頑張ってやっておりますんでねさあ今日はま生放送ということでまあ、何が起こるか分かりません。 皆様のお力もあっての番組となっていきますのでご協力のほどよろしくお願いいたしますこの番組では番組へのご意見リクエストそしてどうぞお構いなくと思っていること大募集しております宛先を申し上げておきましょうメールは fuku mark mbs 1179.com fuku mark mbs 1179.com ですファックスは 大阪、零六、六八零九、九零九零、零六、六八零九、九零九零。番までお送りください。たくさんのご応募、お待ちしております、えー。メッセージをご紹介しました方には、番組オリジナルおかまちゃんポストカード。こちらはお送りいたします。そして、えー、新しい商品ができまして、えー、番組特製の夜勤を施した革のキーホルダー。これも、だから、今年なんですね、作ったのね。 去年ららいからもあるるような気がすすんですけどね、えー、川のキーホルダーこちらもお送りいたしますのでどどしどしお送りください先週私はあの北海道の留萌に行っていましてね向こうはもう雪でねもう今日もうすごく大雪でなんか地震もあったみたいですけれども本当にあの寒くて、えー、風邪をひきましてね。え あの先週の放送であのお寺で、ね、お坊さんになる方法をご紹介したんですけどあの,あの放送の後あの放送中ですねあの体温をあの測ったら三十八度五分まで上がっておりましたのでえもうあの大変です、はい、本当にあの大風邪をひきましてであの風邪をひくとみんな優しいんですよねすごく喉飴をたくさんくれたりとか,あのなんかドーナツもらったりとかしてね あんまり完全関係ないじゃないかって思うんですけどトローチをくれたりとかね西さんものどあめくれたしえあのみ,んなみんな何かくれてねいい,い会社だなと思ってねでニュースも亀井さんが変わってくれたりとかしてねこうみんなこうちゃんと休みなさいみたいな感じで言ってくれたんですよ。であの久しぶりにだからあの休みをしっかり取りましたらすごく体調がいいですねもう。 ものすごく元気になったのでたまに風邪ひくといいなっていうねやっぱ冬に,に23回風邪ひいてもいいかなっていうなんかそういうようなね気持ちになっております、えー、風邪をひくのもたまにはいいもんだなゆっくり家でテレビ見たりしてねあ最近テレビ面白いんだなと思ったりしましてね、えー、いろいろ勉強になりました、えー、風邪もそんなに悪いことばかりではないですねさあ、えー、それではですねここで、えー、そうだ先ほど言いました 575ねテーマ大統領これあのまだこの番組のオンエア中に送ってきていただいても番組の後半でご紹介しますので読むことはできますのではい、えー、ぜひとも送ってきてください先ほどの宛先までお願いいたします、えー、私がこれはいいなと思った方にはお金五千円をプレゼントいたしますのでよろしくお願いいたしますそれでは極楽リクエストに参りましょうかはい、えー、今日の一曲目おかけいたしましょう えーとですねこちらは岡山県の方ですねえー山の奥さんからいただいておりますこんばんはこの番組を知ったのは最近ですが雰囲気が好きで楽しく聞かせていただいておりますそうですかありがとうございますリクエスト曲ですがヘドバとダビデのナオミの夢これをお願いしますと何年前になるのかわかりませんが矢島美容室がカップリングしていますと この曲は父が若い頃付き合っていた人がこの曲を聴くなり、この曲売れるでと言った後ヒットしたと聞かされていた曲です。ノリが良く私の姉も歌うことができるくらい姉妹揃って好きな曲です。どうかお願いしますということですね。えー、お父さんも、<laughs> そうですか。お父さんが昔付き合っていた人がこの曲を売れると言っ たら売れたというお父さん別に何の手柄でもないということですね、えー、面白いですね、えー、それでは今回の極楽リクエストを聞きいただきましょうヘドバとダビデのナオミの夢です昭和46年に出ましたデビットクリボシェ作曲片桐和子さんの訳し ヘドバとダビデが歌いましたナオミの夢をお聞きいただきましたラジオネーム山の奥さんさんにはお金五千円をお送りいたしますさあ生放送ということでお送りしておりますこの番組ですが、えー、生放送の時の必ずやっていること、えー、出血を取ります、えー、いつも皆様お便りファックスメールありがとうございますそれではこの番組が常連と認定した皆さんのお名前を読み上げます ミッシーさん、塩かずきさん、寿司カレーさん、野田富士子さん、宮古寺海速さん、アンギラス山田さん、ゆうこりんさん、ライトゴロさん、おびきゅうさん、なにわファイターズさん、豊田佳代子さん、さくらさん、すみのりさん、マリーアンコロモチさん、松山ゆり子さん、小林裕次郎さん、荒木晴信さん、時々元気さん、アルテイシアさん、茶屋町ペイさん、ツッキーさん、まこやんさん、エイチティさん、のんきなじじさん、通勤特急、河原町ゆきさん、ネオンテトラさん、玲子さん、ひまわりさん、 えー、もみじまんじゅうさん迷子のことらちゃんさん鍋豚さんのりさん崩れそうの管理人さん悩めるおっさんさんそれでもメタボさんラジオ部屋の怪人さん。 以上の皆さんをンン常連と認定いたします。えー、ということで、えー、今名前を読んだ方何か反応してくれると嬉しいですね。という、ね、この常連を読む前からさすがもうね常連の皆さんさすがですよ、えー、聞いてますというメッセージが次々届く中ですね、えー、こんなのも届いております豊田佳代子さんいつもはおはがきでいただいているんですが、えー、今夜放送のお構いなくを欠席させていただきますというメッセージです。学生時時代ののお友達と一緒にに和歌山の勝浦に、えー、当時に 来ているということなんですね、えー、ナチの滝に行ったりマグロの解体ショーを見たりと非常に楽しい時間を過ごしてらっしゃるそうでございます、えー、今夜は残念ながら欠席させていただきます帰宅して落ち着いてから YouTube で聞かせていただきますということですそれからマリーアンコロモチさんなんですが、えー、本日は残念ながら睡眠不足が激しいため欠席いたしますというタイムフリーで聞きますという、えー、メッセージいただいております素晴らしいね こういうことをあんまりないですね今日は聞きませんっていうメッセージが来るラジオ番組って私聞いたことないですよ、ね、普通普通言わないけどね、えー、欠席届をきちんと出してくれましてね、えー、さすが常連っていう感じですね、えー、それからですね私先ほど風邪をひいたっていう話ありましたけど、えー、のりさんからいただいているメッセージですが、えー、先週出張で規範しており 土曜日のサイン会に伺いましたというメッセージなんですけどこれあの実は先週の土曜日にですね、えー、マルゼンジュンクドで、えー、茶屋町にありますが、えー、MBS アナウンサーのカレンダーのサイン会というのがあったんですよ、えー、正直ねいるっていう感じもちょっとしないではないんですけどこれが意外と皆さんね来てくださって本当にねありがたい限りだなと思うんですけどそのサイン会に私もし 席する予定だった,んですただそのまさにちょうど風邪をひいてしまいましてで行きますと言ったんですが、まあ、そこはあの「休みなさいと」とファンの皆さんの前でマスクをしてサインをするわけにもいかないし風邪がうつったら大変だから。 それはもうあの自分のためとは言わず皆さんのためにそれは休みなさいと言われましてああ失礼いたしますということでまあ休んだんですねでまあそのサイン会に来てくださったということですごく残念でしたと、えー、その後お加減はいかがですかということですがまああのはい元気になりましたでちなみにポストカードというね、えー、カレンダーを買いますとアナウンサーのポストカードがついてくるというね、えー、これもいるかっていうところもあるんですけど、えー、アナウンサーのポストカードが2枚。 あるとということなんですけどね、えー、それが玉巻アナと私福島だったので玉巻アナにサインをお願いしたら大変快く対応してくださいましたということですね。えー、玉巻穴の ファンなのかなどうなのかなちょっとわかりませんけど、えー、あとはあ私のサインがあればいいという風うに言ってくださっていますありがとうございますのりさんねすいませんね本当にねそれからまこやんさんもあのー、言ってくれてたみたいですね、えー、すみませんね本当に、えー、サイン会に参加したんですが まさかの欠場ということでその場をどう楽しもうかと考えた挙句並んでいる間参加している人を見渡してはこの中に常連さんはいるのかなと考えて過ごしていましたということですからまこやんさんとのりさんは同じ会場にいたわけだから多分こうねあの顔合わせてたんじゃないかと思いますよ。いいいいいでですすねねこういうふうにこうあのイベントってののもやるといいんです、ね、あの 今ね情報が来たんですが「MBS アナウンサーカレンダー」今週ですね「マルゼンジュンク堂」で売り上げ2位ということですよ。すごいですね。ハリー・ポッターの次に MBS アナウンサーのカレンダーが売れるんですからね。世の中のこのね市場というのは分からんもんですね。ええ。どういうことなんだろうどうするの これ買った方は書けるんですかお,お家の壁におじさんの写真がいっぱい入ってんのにあのー、ABC はね女性アナウンサーだけなんですよで特にあれはどうなのかな入社何年目までって確か切ってたと思います,ですから少しこう世代の下のまだこうあのー、なんていうんですか、えー、その言葉を選びますがそのねうんそんなに 年齢を重ねていない方を中心に、えー、すごくこうねなんてうんですかアップの写真が多いんですお顔をドンとこうね寄せたような写真が多くて、まあ、これもなんか人気があるみたいなんですけどうちのね、うん、MBS はですね弊社としましてはその男女に差をつけてはやっぱりいけないというねそのことですよ、うん。男女雇用機会均等法ねありますから。で その年齢でその差をつけてはいけないってねあるわけですよ。ということでは全員乗せるっていうねことをやってるんですけどね私は正直ですねこの私も含めねおじさんの顔がその人の家の壁に1ヶ月間ぶら下がっていると思うと何かちょっと申し訳ないような気持ちもちょっとなくはないんですがまあでも売れているということですからね。 ええ、本当に事実は小説よりきなりと申しますけどね何があるか分かりませんね本当にねでもう本当に皆さんたくさんメッセージを送っていただいてありがとうございますであのー、この時間ですねできるだけ皆さんとお電話で話をしたいというふうに考えておりますので、えー、メッセージを送ってくださった中で電話してもいいよという方はですね電話番号をぜひとも書いてください電話 OK の方は電話番号を書いてお送りください えー、もう一回宛先言っとこうかなメールは fuku.mbs1179.com ですファックスは大阪0668099090番まで、えー、お送りくださいお願いいたしますこれね電話するとね意外なことが起こって結構面白いんですよねぜひとも皆さん送ってきてください、えー、そしてですね、えー、51歳の帯久さん東京にお住まいの方いつもメッセージありがとうございますえー とふくちゃんこんばんは。というところで藤田元春先生が亡くなられたんですね、えー、藤田元春先生今日私も知ってびっくりしたんですけど浪、えー、曲師の、えー、方で東京でご活躍の方だったんですけど、えー、まさかねあの亡くなるとは私も思ってなくてちょっとびっくりしちゃったんですけどね。で先立っては上方女流の至ね春野百合子先生も亡くなって。 とということで本当にね残念ですねまああの若手の皆さんもね頑張って育っているということですがまあこのね老曲会どんどんまあその年齢がねあの上の方ばっか が多くなってきましてねうん本当に惜しい方をなくしたなと思いますね藤田元春先生はですね私、えー、大学生の時に、えー、お知見の仲間とですね3人連れ立ってですね、えー、東京の木馬亭っていうのが浅草にあるんですけどここはあの唯一の老曲の定石でうーん月の初めには毎日老曲やっててで見に行った時たまたまこの藤田元春さんという方が出てたんですねでまあ私は普通にもお客 お客さんととしして見てて見、えー、楽しかっったなと思って帰ろうとしましたらですね、うん、藤田元春さんがその裏の楽屋のところから客席までいらっしゃってで若いお客さんが来たっていうのであの話しかけてくださって「どこから来たんですか大阪から来たんです」って,ってであの学生さん」って言って学生なんですけど浪曲が好きなんですって言ってでいろいろお話をしてくださいましてどういう師匠についてどんな傾向をしてきたんだとかね。浪曲っていうのはこういうい魅力があるから ぜひともこれからも老曲を愛し続けてくださいと言われましてねで気さくにサインも、ね、くださいまして本当に私もこの人のこの方のおかげで老曲ちゃんとこれからも聞いていこうってこう気持ちになったんですよねそういう意味ではもう亡くなられたのは本当にショックで,で国本武春さんもこの間亡くなったところでちょっとね日本の老曲界は今年は、えー、いろいろね、あのー、大切な人材を失ったなと 思っていたところでしたメッセージありがとうございますね本当に哀悼の意を捧げたいなというふうに思っております、えー、それからですねこんなメッセージも来ておりますね、えー、高知市の方鍋ぶたさんからいただいております、えー、単身赴任先の高知でラジコプレミアムで拝聴していますと先週の金曜日はなジャさんの番組に登場していましたね とといううこななんですがそうなんでですすがそ先週私あのナジャとアナンの「虹色レインボー」っていう番組が MBS ではこの秋から放送されていましてナジャ・グランディーバさんっていう人がいるんですねいわゆる女装家ですね。えー えー、この番組はおかまちゃんのポストカードをね皆さんにお,お送りしておりますけれども、えー、あのナジャ・グランディーバさんはドラッグクイーンっていうらしいんですけどねこう女装をして楽しむという方々のだそうですけれどもであのすごくあのゆったりとした方でねあ,のああいう女装家の方って皆さん基本毒舌じゃないですかこう世の中を切るのがお仕事みたいなところちょっとあるじゃないですかナジャさんはねそういうのをしないんです。 基本的に独舌じゃないんですよ。あのすごく柔らかい方なんですよ。それがねなんかこう新鮮で、であまりこのいわゆるおねえ言葉っていうのを使わないんですよね。私この間どこどこに行って行ったのよみたいな、行ったわよねみたいなそういうのを言わないんです。私あのおねえ言葉を普段使ってないからちょっとうまく喋れないんだけど、でそのその中でねおねえ言葉をよく使うようになった。 状態の「お姉」だっていうんですって「あの子最近ほげたね」とか「あの子なかなかあんたなかなかほげへんな」って言われたってダジャさんはおっしゃってて「ほげた」っていうんですってその「お姉」言葉をたくさん主に使う人たちのことですから松子デラックさんなんかはほげた方なんでしょうね、えー、関西お釜会の言葉だとご本人はおっしゃっていました。 ハンサイお姉妹の言葉だそうですけどどういう意味なんでしょうかね、えー、そのホゲルは業界用語なんでしょうが初めて知りましたって嬉しいですねこういうラジオも聞いてくださっているということですあ、大統領は難しいですねっていうメッセージも来てますね、えー、千北分のたまちゃんさんなおみの夢懐かしく聞きました生まれて初めて買ったレコードですということですねあ、常連さんから外れましたっていう風うに書いてありますがあ、そうでしたか たまちゃんさんは結構送ってくださってますかね、えー、送ってくれてますよねはい足しときますはい、えー、常連ですこれどんどん増えますねいやでもこれは増えた方がいいんですよ増えた方がいいんだけど今後ねどんどん増えていくと常連の名前を読み上げるだけで番組が終わるということがねひょっとしたら起こる回が来るかもしれないそうなったらそりゃそれでいいじゃないかっていうね、えー、どうぞお構いなくっていうことですからね えー、あ、そして前回の生放送の時にお電話をくださった北さんからもメッセージが来ています。えー、とですね、社会福祉試験の勉強方法を悩んで相談を乗っていただきたいということでメッセージをくださいました北さんですが、ぜ、え、ひ、ー、とも活を入れてくださいっていうんですね。今のままだと自信が持てずダラダラしてしまいそうです。 何卒よろしくお願い申し上げます相当悩んでますねうーん北さん勉強しなさいよ本当に、えー、もう時間ないですよ、えー、落ちますよこのまま行くとねラジオなんか聴いてる場合じゃないですよ本当にスイッチを切りなさい一回,一回音はねない方が絶対勉強が集中できますから私いつも思いますながら勉強は無理ですから本当にあの切った方がいいラジオはうん あのクラシックをかけなさい。ねあの。クラシックをかけて勉強してください。その方がいいと思います。はい、まあね、あのー、ありがとうございます。そんな中もね、メッセージを送ってくださって、まあ、これ気分転換っていうのもまあ必要だと思います。あんまり根詰めすぎましてもね、えーあのー、疲れちゃってね、帰って、ただただ文字面をかけてるだけで、用語が頭に入ってこないなんてことはよくありますから、しっかり睡眠をとって、もう寝なさい、1時だから。ね。寝て。 でもう早朝の方が絶対効率がいいですからお仕事前とかねそういう時間に勉強してください北さんいいですかあともう勉強方法は僕に聞かないでくださいもうこれ以上は答えられないからねごめんなさい専門家がいればいいんだけど私はもう答えられないからねごめんなさいね別に突き放してるわけじゃないんですあのー、できる限りそこれは真摯がゆえの言葉なのねだからそこはあの分かっていただきたいなと。 思います北さんもねメッセージを送っていただいてありがとうございますいやーほんと常連さんに支えられてますね今日初めて聞いたという方もね是非ともメッセージを送ってくださいさあ、えー、前回の生放送の時に、えー、エドムンド・ロスというラテンミュージシャンの「日本文化集という、ね」ってね「軍歌のラテンアレンジ」というちょっと珍しいレコードを私がヤフオクで買ったのでか、えー、けましたであのー、よかったですと。 いうことでぜひとも他の曲も聴きたいというメッセージがありましたので、えー、約束しておりましたので書けましょうたくさんんあるんですよどれにしようかなと思うんですけどあのー、うんまあ「童の桜」とかね「ラバウル・コウタ」とかねこれもいいんですけどねちょっとこれ聴いていただきたいのは「えー、雪の進軍という曲なんです、はいあのー、雪の進軍というぐらいですから「寒い」 いいところを描いた曲なんですよね。えー、もう真冬のもう極寒の中でもこう進んでいく兵隊さんたちがこう進んでいく姿を描いている歌ですので寒い曲なんです。ところがこれあのラテンアレンジをしておりますのでチャチャチャになっておりますので、えー、すごく温かい南国みたいな感じになっております。それではお聴きいただきましょう。エドムンドロスの演奏です。雪の進軍。 お聴きいただきましたのはエドモンド・ロス・オーケストラが演奏しましたえ日本文化集の中から「雪の新軍をお聴きいただきました。全くも雪要素がね 消えててしまっいいるっていうね、えー、私はこれもなかなか名曲だなと思うんですね。他のね曲もね月月河水木金金とかねこの辺も聴いてもらいたいんですが、まあ、まあお時間があればおかけするということにいたしましょう。であの先ほどいただいたメッセージの中から「のりさんね、えー、土曜日のサイン会に行ったんだけど私がいなかったということで、えー、残念だ」というメッセージをくださっておりますので、えー、それではあのあのキーホルダーをお送りいたします。 ね、本当にあのごめんなさい、えー、こちら受け取ってくださいいつもありがとうございますすいませんね東京からわざわざ来たのに。で眞子、ま、やんさんも同じようなメッセージ送ってくださっていますがもうまこやんさんはね2個送ってるからもういらないね多分ねえそんなにいっぱいいらないなんでこうあれですかねこのリスナーの方に何を送ったかということまでこう全部言うっていうのはあんまりしないと思うけどそこまでまあ把握できるぐらいのこのこじんまりした空間っていうのはねなかなかないから いいんじゃないでしょうかねこのラジオでもね、えー、まだまだメッセージをお待ちいたしておりますメールは fuku mark mbs 1179.com ファックスは大阪066809 9090までです今日は生放送でございますので、えー、お電話をつなぎたいというふうに思っております、えー、電話してもいいよと いう方既得な方はですね電話番号を必ずメールの中に書いていただくようにお願いいたします電話番号が書いてある時点で電話をかけていいものと判断して電話しますのでぜひ、えー、とも出てくださいねそこで出なかったらちょっと困るからねあのー、常連の名前を呼ばれてびっくりしたという悩めるおっさんさんからもメッセージ来ています、えー、出席簿で名前を呼ばれるとはこれほど感激するとは自分でもびっくりしていますということですね ラジオから名前を呼ばれるっていうのは嬉しいですね。私、経験ないのです。かなりメッセージ送ってるんだけど、だいたい採用されないんですよね。あれ悲しいものがありますね。えー、それから、ミッシーさんからもメッセージいただいています。いつもありがとうございます。今日、十一月の二十六日、大学時代のアメフト部のチームメイトの結婚式があり、私が歌を歌うことになりました。は余興ですか？えー 人前で歌うなんて慣れていないので今から緊張していますとあそうかそうか今日ですからね何かいいアドバイスがあればお願いします歌う曲はあの鐘を鳴らすのはあなたですへえそうですかなんで歌うことになったのかなあの余興ですよねいろいろ余興って言ってもあると思いますが歌を歌う うん、でもそれはやっぱりある程度自信があったりとか周りから「うまいね」ということを言われてるからっていうことでしょね緊張友達もいっぱいいるし緊張しますかまあ緊張しますかねここで失敗しちゃったらだって一生残るしねテレビカメラじゃないけど今あのビデオカメラが入ってますからね。 あれがよくないですね私もよくあの司会を友達から頼まれたりすするんですよでついこの間も司会したんですけどえー、あの来賓の方、えー、その友達が働いている会社お店の店長さんだったんですけどその人の視点の名前を間違えて、えー、言い直してしまったので。 申し訳ないなっていう気持ちになってますね、えー、あれ昔だったら別にそんなに失礼しましたあの一言でよかったんだろうけど今ビデオにね残すんですよああいうのもう見もしないのにね残すんですよで残っちゃうんですね嫌ですね嫌だと思いますでも頑張ってください まあ、あの下手うまいじゃないですからベタ、まあ、なアドバイスですいませんけど、あのーうん、別に歌ってるっていう事実が面白いんですから、えー、それでいいと思いますよ。 別にあの感動したくてみんな聞かないから感動はあのその後の花嫁の手紙のところでみんな泣くようにとってあるから別にこう歌のところはその前座ですから時間潰しですのでえご飯食べる時間を設けるだけだからあんまり気にしないでいいと思います。あとは同級生だった子とかがね写真撮りに来るとかそのレベルですんでえーねミシンさんですだからそんなにこう肩に力を入れずに頑張ってください。 はいえー、それから、えー、マルリンさん六十四歳の方寝落ちしていて五分前に目が覚めましたという方ですね、えー、ありがとうございます十二、ね、月の二十六日ですね今日は、えー、昨日の書き物語も良かったですと寒そうでしたがお体に気をつけてくださいねということでございますありがとうございます、まあ、テレビをね見てくださる方意外とこのラジオとテレビと両方見てる方が見たり聞いたりしてる方が多いんですね 私のもともとあのアナウンサー志望じゃなかったのでこういうことをすると、まあ、想定してなかったんですよね人生の中であまりこう人の前でしゃべるとかその電波に乗っかって嫌いじゃないんですけど全然あの大好きなんですけどどちらかというとでも仕事にすると思っていなかったのでなんか不思議な感じですね。ファンなんですとか言われてもその ファンの方で本当にこうやって見てくださってるファンの方はすごく嬉しいんですけどあのファンですっていう人はファンじゃないことが多いんですよね街の中とかであのえーはい、であの「ファンなんですいつも見てますほらあのー、あれ歌詞のほら歌詞のほれねえ見てますねえねえで終わる人」とかね。 名前が出てこないんですよねそういうい人はね名前が出てこない人はもうファンじゃないですよそれはそれし見たことある人ですそれは別にファンじゃ別にファンって言わなくていいですよそういう時はあのー、知ってますっていうだけでもこっちはまあ嬉しいのでファンまで言わなくていいいつも見てますもいらない別にいつも出てないから週に1回か2回出るだけですからいつもは見られないですから頑張ったってえだからそれも言わなくていいですテレビやろうって言われたことありますけどね おっしゃお兄ちゃんテレビやろって言われました街歩いてたらね僕はテレビではないって言いましたけどねその時はね、えー、アナウンサーですって言って覚えてくださいっていうふうにまあ,あのこうやって送ってくださってる時点ではありがたいんですよ、まあ、声かけてわがまま言っちゃいけないんだけど私はもともとそういう卑屈な体質なんでねそういうのを言われるといつもファンじゃないじゃないかと思ってしまったりするというところはありますまあありがたいと。 いうところですか電話 OK の人からメッセージが来ましたね、えー、大統領の戦慄の出来が良くなかったとのことですが私はよ大統領でひねっています今常連に選ばれました嬉しいですという、えー、ラジオ部屋の怪人さん、えー、電話 OK ということですので、えー、どうでしょうか繋がってますでしょうかラジオ部屋の怪人さんこんばんは、はい おはようございます。おはようございます。おはようございます。お <laughs> <laughs> はようございます。初めまして。初めまして。えー、いつも聞いてくださいました。ありがとうございます。はい。去年から。はい,聞いてますあ。もう去年からということは特番の段階から聞いてくださってるってこと。ですねあの朝の。はい。はい、時間帯の。あ、歌の朝一の頃から。はい、はい。聞いてくださってる。M. B. S. はもうだいぶ常連さんですか。いつも聞いてらっしゃる。 ラジオ職人になってますね。もういわゆるハガキを書いて、はい。ああ、それでこういろいろもらってっていう感じですか。去年紹介された時に福島さんがなんかそんな感じで表現してくれたんで、えー、あこっちょっと嬉しかったですけど。<laughs> はい。でもそんな感じですよね。ラジオ部屋の怪人さんっていうこう名前がね、もうまさにもうハガキ職人系の名前ですよね。はい、ラジオ歴はどんなもんですか。何歳ぐらいから聞いてらっしゃいますか。 3年ぐらい前ですね。えあの本格的に聞き出したのは3年ぐらい前ですね。あ,れそあ,あと投稿しだしたのが3年ぐらい前ですね。意外とあでもずっと聞いておったんですけど、えー、はい、ある時投稿して、読まれまして、はい、そこからちょっと、あのー、ほら、ちょっと面白いないうことで、へえ<ー>、はい。あちこち、毎日のようにひねって出しますけど。各局送ってるんですか各局送ってますね、FM も入れて。おお、そうですか。はい、どこが通りやすいみたいなのあるんですか えっとね最近はやっぱ MBS がいいですね。あそうですか MBS は割と読んでもらえる。はい、そうですね。おおなるほど。主にどの番組？浜はい、あ浜村さんにも送ってるんですか？浜村さん時々、はい、ですね。ええー。福島さんは狙い目なんですよね。おおそうなんですか。はい、割と読まれやすい。ね、そうですね。まあのこの番組が割とそのメッセージをいっぱい読むっていうのを結構テーマにしてるところがあるので、そういう意味ではじゃあ狙い目か。 はい、ABC で読まれやすい番組なんですか？ABC はね難しいですね。ABC 厳しいんだ結構。はい。<ー>最初ねえっと初メールとかっていう表現しとったら、はい、まあどことも読んでくれるんですけど、二 <laughs> 回目ぐらいからちょっとあの発されますね。ああそうですか。はい。へえそうなんだ。ね、初メールはやっぱり読まれやすい、確かに我々も読みやすいです。そうですね。すね選びますね。 そのば嘘はつかずにもう発明路はもう発明るとしてで一回きりにちゃんと取っておいてそうですねはいそうですね各グッズをだいぶ集めまして一時自分の部屋ラジオ部屋なんですけどそこにベタベタ貼りまくって壁一面にしたんですけどねあそうなんですかだからもうはい年も年なんでこれあかんいうことで全部回収して全部箱に詰め直してっいやつで。 思い出としてまあそれは置いておくということにして。おがちゃんカードもはいだいぶ集めてますね。そうですかいつもありがとうございます。キーホルダーはまだ送ってませんでしたか。キーホルダーはまだもらったことないですね。そうですかなるほど。あの福島だかの昭和のアナウンサーみたいなそんな感じでなかなかあの絵ですねあそうですか。急にありがとうございます。いいえもう風貌といいその選曲の仕方もまあ古い曲を選んだりしてんで。 ちょっと変わったしだなと思ってやっぱり <laughs> あのはい聞,聞いてしまいますねあそうですかそう言っていただけると狙い通りで本当にありがとうございます嬉しい限りだなと思うんですけど、はい、あの今日の号出号も送ってくださってましたね送ったんですけどねわし、えー、あの大統領はちょっとひねって要う大統領のパターンでちょっとひねったんですけどなるほどねあの辛口の評が出るんで。 そうなんですあの今日はちょっとテーマがね、はい、本当、難しかったみたいでね、トランプの方に行きたかったんですけど、なんか同じようなあれになるんかなと思って、意外とトランプさんのね方もね、はい、ちょっとこう、なんていうんですか、こう批判的なことも言いにくいしね、そんなあれですし、すねはい、みたいな、ちょっと難しいところもありまして、要大統領はね、とっても多かったです。 表現しやすいですもんね。<laughs> はい、まあ私たちとしてもそれは来るだろうなって想定はしていましたし、はいはい、まあなんとなく自分もそう書くだろうなっていうね、<ー>気もしてますけど。ちその中に埋もれてしまったような感じです、ね。どうでしょうかね。まああの番組の後半でご紹介しますので、はいはい、入ってるかどうかというのはまだ言わないでおきましょうか。はい、<laughs> ね、その方があの聞くでしょう。はい、で朝の五一五も出すんですけど。ええ。 本家の。それに、あのボツガイド、あの、何ヶ月も前見てますね。あ、そうなんですか。全然読んでもらえない。三ヶ月、四ヶ月ぐらい前に出して読まれたんが最後で。ええー、そうですか。はい、最近の自信作で読まれてないやつ。ちょっとせっかく、ら、あの、電話ですから、今日言ったら絶対に流れますから。 でもね、ええ、簡単に考えて簡単に出しとんで、ええ、あそこの近藤さんのあれをずっと見とったら、<う>なんかひねり方もいろいろあるんやないうことで、一回なんか作ったら、もう一回見直せとかいうことで、ほうほうもうたくさん作りすぎて、これっていうのが出てこうんですねあもうちょっとなんていうか、どつぼにはまってしまって選ばれたやつはなんとなく、<え>夏化粧<え>、えー、溶けて、流れて、年分かるというやつを、嫁さんを見ながらちょっと。<う> なるほどちょっとそれは読まれたんですけどそれは最後にもう全然、ねはい、ああそれはやっぱこう夫婦ものみたいなものがやっぱりこう一つね日常のやつをよ読まれそんで。でもあの読まれてる人はやっぱり上手ですねああそうですかよく考えて、はい、難しいもんですか福、ね、島さんのやつはなんとなくこう確率よく読んでもうたんで今までそうですね結構あの私たちもたくさん読むようには。はい ししていますし、はいえー、常連さんも大事にしていこうという思いがありますのでね「弾めるばっかりじゃないっていうね、はい、ところはありますんでねへえんか自分の中で決めてることあるんですかメッセージを送る時に何かこう書くラジオにね番組に送ると思いますけど、はいはい、こういう書き方をすると読まれやすいとかまあまあ「は、まあ、めるっていうのはありましたけど。いや特にないですけどあのお題が出るについてはこうね 着やすいというのがあるしあとは例えばあの旅行ネタとかどこか遊びに行ったようなネタであの写真付きで送ったらちょっと採用されやすいというのでうなるほどそ,それもしだしてももうやっぱりも読まれへん時は生まれないですねバレリキサクで行ったという時もあるんですけどあ、そうですか、はい、やっぱりみんな分かってるんですね,ですねお金がかかると思えますやっぱりっやっぱお金は嬉しいですねうん でも,も結果論なんで、それははい、まあ読まれただけでも、自分<ん>私はあのー、日記に全部あのー、放送局の名前とか全部何読まれたって書いてますんで、あ,あそうなんですか。何月何日はい、これ読まれたやつで、へ<ー>何読はい、それはすごい。はい、えお仕事は何にされてるんですか。仕事はね、さっ昨今 <laughs> 特職業でということで、はい、特職業。はいはい 三日に一回泊まり勤務があって。あ、そうなんですか。なるほど。そうなんですか。ええ。いや、あの、先ほどね、そのメッセージ送って採用されると嬉しいって話ありましたけどね。あの、十二月の十六日の金曜日にね。はい。mbs ラジオスペシャルウィークなんですよ。はい。で、あの、どうぞお構いなくは。はい。深夜一時に十万円ということで。あ、そうですね。この週にいただいた全部のお便りの中から。 抽選で10人選んでお金1万円ずつプレゼントするっていう結構ね、はいあのー、この番組お金張り込んでますもんねそうなんですよ <laughs>、あのー、夜中の番組で、はい、その弱いのでどうしてもなかなかね<ー>企画いくらどんなに頑張っても聞いてもらえない場合が多いので、はい、あの金で釣るっていうね突然読まれて突然「あ5,000円差し上げます」ッパッと言うから「えっとほんまかな?」と思ったら「はい、<laughs> あったときました」届きましたんであそうでしたすか あ,あそうですか。あのう11月16日の放送の中で発表しますんで、あ,であのぜひとも、はい、あの送ってくださいよ。はい、1>, 1万円の可能性ありますし、はい、す今日これだけ親密な関係になれましたので、はい、裏で何か動くかもしれません。<laughs> まあ、そんなないと思いますけど。<laughs> あのあこの間の5000円はもう使われましたか。いやまだ切ってないですね。あのー、あそうですか。えっと、はい。あれ電流の分ですね。そうですね。電流の分でまだ届いて やっていないです。嫁さんがあの髪、はい、を長くしてコストを言っても覗いてますけど、奥さんの方が、ま、待ってらっしゃる。はい、まあ一ヶ月ぐらいかかるかなという流れていってしまうんで、ところなんですけどね。え、総額で過去いろいろねそのメッセージ投稿していくらぐらいもらってます？現金、はい、でですか？現金商品券で。えー、商品券現金合わせたらだいたい三万ぐらい。あの MBS 結構ええですよね。あのお肉送ってったり、あの野呂さんの番組で。<laughs> ええ あんなんも結構はいあそうですかでもあれ2回目はほぼないですねああそうでしたか半年に1回ぐらいのペースでは<ー>あ、はい、多分もう常連になってたらもう、はい、見る方も大体分かっていくやれっていうその辺も読んだ上でやってるんですね,ですねも,うもう分かってるとその辺ももう分かった上で送り続けているという,う<ー>今年ショックやったんがその高倉健さんが亡くなってはい、はい、であのあなたへのロケ地を九州の方まで ですよで、硫黄島とかこっち綺麗とこ写真撮ってそれを投稿したんですけどどこも採用がなかったですねああそうですか写真ではい送ったんですけどあれが滑りの一番ショックのはいホンにそれ撮りに入れてずっとこそう言われると見たくなりますねそういうその研さんをずっと語って写真付きで送ったんですけどなるほどことも採用なかったですはい MVS も出しましたけどそうでしたか 今からでも遅くないですからこの番組送ってください絶対読みますよ写真付きで綺麗写真、ねはい、あのつけて、はい、すごいですねますんで読むのを予告した状態でこうねメッセージを送ってもらうっていうのもあんまりないですから <laughs> 確実に何かが送られてきますからねそうなると。結構いい感じではい、一作で作ったんですけどそうですかで <laughs> それそのまま送ってくださいちょっと読みたいのでかりましたぜひとも いや、本当、はい、ありがとうございますこの時間に。あの57号これからあの、はい、お電話切りましたらまたあの、はい、読みますので読まれるかどうかち聞いておいてください。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。またぜひ引き続きお願いいたします。はいはい、失礼します。失礼いたします。はい。ということで、えー、ラジオ部屋の怪人さんとお電話をつなぎましてバレてましたねいっぱい。やっぱりこっちのやっぱりわかるんですね。それはそうですよね。皆さんも分かってますよね。 こういう風うにして、メッセージを送っているんですね。初めてメッセージを送っている人のこう手法とかを聞いて、ちょっとうっすら分かってはいたんだけど、いや,やっぱりすごいですねそ。その道の技ってのはあるんですね。さあ、それでは、そのラジオ部屋の怪人さんも送ってくださいました。真夜中の五・七・五、ご紹介してまいりましょう。 それでは送っていただきました作品の中から五七五ご紹介してまいりまして今回は、えー、かぶったネタが多いものですからかなり精査しておりますまずは奈良市にお住まいのミッシーさんの作品「大統領サウナと言ったら大統領」 大統領サウナと言ったら大統領ありますねこれはもう来るだろうなっていうふうに思っておりました姫路市ラジオ職人さんの作品です大統領言われてまたもはしご酒大統領言われてまたもはしご酒おめでとうございます 大阪府松原市ネオンテトラさんの作品大統領、大を取ったら大工さん大統領、大を取ったら大工さん、棟梁になるということですね。奈良市ミッシーさんの作品トランプがひらりと交わし大統領。 これもなかなかよくできた作品でございますさあたくさんの作品の中からお金5000円をお送りいたします大賞の作品です大阪市阿倍野区ラジオネームよっちゃんさんの作品大統領トランプなってどうなるど大統領トランプなってどうなるど えー、こちらの作品にはお金5000円をお送りいたします一番しょうもないダジャレでしたね、はい、でも意外となかったっていうね、えー、最も個性が出ていた作品ということでございます以上前中の575でした、えー、ラジオ部屋の怪人さん名前は違いましたけど、えー 選考されておりましたこれはのあのあの電話をかける前からもうすでに選ばれていたということですので自信を持ってください、えー、また絵はがきを送ります壁に貼ってくださいさあということでえだんだんお別れの時刻が近づいてまいりましたね、えー、今週も宿題ございます真夜中の575大募集しておりますテーマは鍋です急に2文字鍋 ね、こちら鍋の2文字が入りました五七五ですね、えー、お送りいただきたいと思います宿題の提出期限は来週の火曜日12月の6日までとなっております宛先を申し上げておきましょうおはがきは郵便番号 530-8304MBS ラジオ福島信弘のどうぞお構いなく係までメールは f u k u m b s 1 1 7 9 c o m まで またファックスもお待ちしております。大阪06-6809-9090番までお送りください。たくさんの作品の投稿をお待ちいたしております。 えー、そして番組へのご意見それから極楽リクエストこちらも5,000円当たりますねそれからもやっともお待ちしておりますぜひともお送りくださいそれから先ほども申し上げましたが12月の16日はスペシャルウィークということで、えー、深夜1時に10万円、えー、この週にいただきました全部のお便りの中から抽選で10人の方ね 10、えー、人の方にお金1万円をプレゼントいたします。ね、お金1万円ですから、これはなかなかないんですからね。しかも、抽選ということですので、内容のよし悪しはあまり関係がないということになってる。だからといって、あの,の、無言のメールを大量に送ってくださいねあの。大人の対応をそこはお願いいたしますね。えー、12月の16日の金曜日の放送内で発表いたしますので、そこはお楽しみにということでございます。えー、もやっと、それから575それからまあ、普通の。 え普段こういうことがありましたのでね最近こんなことで悩んでますがそういうお便りでも結構でございますそれから極楽リクエスト、えー、こちらの中から1つ選びまして、えー、1万円をお送りしていくということでございます10万円ですからねなかなかお金かかってますのでね是非ともね送ってくださいよろしくお願いいたしますさあ、えー、来週はいつも通りの放送がございますあなたならどうするのコーナーなんですがもしも イギリス料理を作れという国は食事があまりおいしくないなんていう人がいたりしますけど、まあ、じゃあ実際のところどうなのかということですね。えー、私もイギリス実は一度取材で行ったことがあるんですが、うん、あまりおいしいものを食べなかった記憶があります。 それはたまたま私がその方を選んだのかもしれませんしね普段イギリスの方ってどういうものを食べているのかということも含めてお話を伺おう実際にイギリスに住んでいらっしゃった方そしてイギリス人の方にもお越しいただきましたお話を伺おうと思いますなかなかあの大阪でイギリス人を探すのはこれ大変でしたね、えー、あんまりいないんですねいっぱいいるのかもしれないけどなかなか我々が出会うことができなくてでようやく見つけたイギリス人の方ですのでえもう返信抵当で来ていただくということでございます のでねえー、ぜひとも聴いていただきたいなというふうに思いますさあ今日は生放送でお送りしてまいりましたがいかがでしたでしょうか日本文化をいっぱいかけたいなと言いながら結局一曲しか書けませんでしたね、えー、どうでもいいこといっぱい喋ってしまいまして本当に申し訳ございません、えー、まあ来月も生放送ございますのでその時は聞いてくださいどうぞお構いなく